こんこんばんは、 NMB48 の田中幸乃です。私最近びっくりしたことがあるんです。小学生の時にプロフィール帳交換とか流行りませんでしたか？雪の時めっちゃ流行っててやってたんです。でプロフィール帳って、まあ、名前、生年月日、好きな食べ物とかそんなことが書かれてあるじゃないですか。でそこに最近のプロフィール帳は MBTI は何ですかっていう欄が加わってて、それがもう私本当にびっくりして、私めちゃめちゃ最近までそもそも MBTI が何かっていうのもどうやってするのかもっすら知らんかったのに、小学生が知ってるの？え、でもしかもプロフィール帳って学校とかでやるじゃないですか。でそんな学校で気軽に書けるもんなんと思って、もう全部にびっくりしちゃって、私若いはずやのに全然知らんかったからあれってなっちゃいました。ちなみに私はENFP_T です。そんな話をしたところで、本日もジャンリンで月よろしくお願いします。意外な一面ばっかり、 NMB48 のジャングルレディオ月曜日。 We love music, yes, FM。改めまして皆さんこんばんは、 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、 NMB48 チームエナの田中幸乃です。このジャングルレディオは月曜日と木曜日は私たち NMB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。そしてこの番組は FM プラプラからパソコン、スマートフォンで簡単に聞けます。アプリから直接メッセージが送れたり、便利な番組予約もできます。番組の公式 X もありますので、@JRO_ESFM で検索してぜひフォローもしてください。詳しくはインターネットでジャンレディット検索してご確認ください。さて月曜日は毎回2人のメンバーをゲストに呼んでいるのですが、今回来てくれたのはこの2人。こんにちは、こよりんこと板垣こよりです。リオピコと西島リオです。お願いします。お願いします。今回は9期生のこよりん、リオピが来てくれました。はい、こよりおぴこよりおぴです。こよりおぴか。はい、オッケー。じゃあ今日はその名前でいきましょう。はい。こよりおぴ、あの私の番ではなくて、はい、吉野美咲さんの、はい、がパーソナリティをやってた時はこよりんと、はい、ラジオ一緒にしたことがあるので、はい、ね、ちょっと気は楽かな。そうですね。私がですか？どっちも？どっちも。私はちょっと楽です。楽ですか？はい、一回おしゃべりしたことあるメンバーは大丈夫です。はい、よかったです。はい、ということでさっきね、はい、あのお便りをいただきましたので読んでいきたいと思います。最近仕事が忙しくて劇場公演に行けてないので寂しいです。中でも大好きな世代交代前夜公演の思春期のアドレナリン、めっちゃテンション上がるんでかけてくださいということで、ありがとうございます。ありがとうございます。思春期のアドレナリン言われへん、これもアドレナリン、アドレナリン、めっちゃいい曲よね。あれ好きやね。めっちゃ嬉しいですね。コンサートとかでもやってたりな。はい、はい、やっててどう？楽しい？何やろ、イントロがかかった瞬間にみんなニカってするんですよ、うんうんうん、命、ね、前の曲が命のへそって感じで、うん、ガッてもう怖い面をして終わるので、かっこいい系のね、曲がかかった瞬間みんなもう歯ガンガン出し、確かに切り替えすごいよね。みんなすごいですね。9期生にぴったりな曲って前から言っていただいてたので、確かに9期生うるさいもんね。うるさいです。本当にね、元気いっぱいでね、声が出てるね、本当に腹の底から、すごいよね、近い距離で話してるのに腹の底から出すんで、うん、そう、何話すのにも全力やからね。すごいよね、ほんまに。はい、元気でいいこと、うん、元気すぎる。ということで今回はこのお二人を迎えてお送りしていきます。まずはこのコーナーから参りましょう。教えて NMB48。ここからは私たちのことをもっと知ってもらおうということで、リスナーの皆さんからいただいた質問に答えていこうと思います。それでは順番にめくっていきましょう。大阪府にお住まいのラジオネームのりのりさんからいただきました。
ゆきのちゃん、リオピコよりこんばんは。こんばんは。こんばんは。9期生が出演されている世代交代前夜公演は2月23日で初日から1年を迎えましたが、はい、新公演が始まったばかりの頃と1年経った後で変化したことや新しく意識するようになったことがあれば教えてほしいです。劇場公演でのパフォーマンスにいつも元気をもらってますということで。わー、ありがとうございます。1年経ったんですね。そうなんです。早いですね、もう1年。2月23日。うん、早、うん、そうなんや、うん、なんだろうな、なんか変わったこととかあります？意識するようになったこととか。変わったこと、うん、やっぱり1年の間で、うん、みんなシンポジもやったり、うん、新体制にもなったり、うん、なんか他のチームさんにアンダー出演する子も増えたので、うん、そうね、みんなの個人のレベルも上がったりして、うん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 、あとは自分自身は もっと大きく踊ろうとか、うん、そういう意識を他のチームさんにまたいだ時に思ったので、うん、それをいかに活かせるか。もっと経験を積める場なので、うん、そうね、めちゃめちゃ張り切ってます。張り切ってます。張り切りすぎてます。アンダー出演ってなかなかできることじゃないから、はい、そうね、自分のチームにしっかり持って帰ってやろうとしてるの、はい、めっちゃいいことやと思う。チーム A のいっぱい出てくれてるもんね。そうなんです、出させていただいて、ね、B2 にも出てるやんな。あ、そうなんです、ね、すごいよあんた。そしてナンバラエティ公演にも出演させていただいて。あ、そうなんや、すごい、うん、はい。リュウピーなんかある？私はこれもうなんか技術とかも、ま、もちろんそうなんですけど、うん、なんかもう前髪の硬さを極めてて、うんうん、初日の時は本当に前髪が、うん、あのどっか飛んでってたんですよ。そうだったん？そうなんですよ。でも最近はなんかもうガッチガチにスプレーで固めて、うんうんうん、でも公園から家に帰ってきた時もなんかちゃんと前髪があるっていう風になるくらい成長しました。それすごい。確かにね、すごい。確かに吸気性汗かきやからな、うん、からみんなないよね。え、でもなんか割と最近みんな歩くない？ほんまですか？固めてる？固め方を覚えたのかな。そうですね、1年で。1年でもっとあったやろ。うわ、でもそうなんや。でも美術って大事もんね。大事、めっちゃ大事ですよ、ね、いいことよそれも、うん、それも前髪もね成長していくよ。大丈夫大丈夫。じゃあそれでは次参りましょう、はい。兵庫県にお住まいのラジオネームなにわさんからいただきました。皆さんこんばんは。こんばんは。先日の X でゆきのちゃんがアイピと一緒に宝塚を見に行ったことを明かしていました。ゆきのちゃんにとっては初めての宝塚だったようですが、うん、また行けたらいいなぁと楽しめたご様子でした。皆さんはまだ行ったことないけどこのメンバーとここに行ってみたいというのはありますでしょうか、うん、ぜひ教えてくださいとのことです。ありがとうございます。なるほど。わーお、行きたい場所。はい、なんだろう、行きたい場所ある？こよりんとか。私ですね、うん、私はそうですね、結構もう私が行きたいって言ったところはメンバーのみんなついてきてくれたりしてたので、うん、もう満喫してはいるんですけど、うん、欲を言うならば、うん、まだ何やろ、グループ団体行動ってやっぱり難しいじゃないですか、ね、だから何かの機会があれば、うん、9期生でずっと言ってるけど行けてないスポッチャに行きたいです、うん、確かに。うわ、いいよね。もうずーっと言ってるんですけど、やっぱりなかなか時間とか人数が多いのもあって、ね、うん、全員のスケジュール合わせるの大変なので、うん、なんかの企画で行けたらいいなとかも思ってます。マエネームさんとかね。あ、そうなんです。言っとき言っとき、ちょっとお願いします。熱熱。わー、いいよね、うん、リオピーなんかどっか行きたいところ。私は、うん、なんかあんまりそれこそメンバーと遊びに行くっていうことがあんまりまだなくて、うんうん、まあ、インドアっていうのもあるんですけど、なんか私は大阪のあの難波とか、うん、なんか美味しいものがいっぱいあるじゃないですか、うん、だからそれを大阪出身のメンバーになんか教えてもらいながら食べ歩きとかしたいなって、うんうん、いいな、確かに思います。食べ歩きか、南京町めっちゃいいで。南京町、せや、あの兵庫のね、そう、へえ、めっちゃいいよ。あの小籠包とか、美味しそう、いっぱい売ってるの。ぜひ、もう本当になんか
大阪、うん、関西分かんないんですよ、うん、何が美味しいか、うん、どこに何があるとか、うん、だからちょっとそれはレクチャーしてもらって一緒に行きたいです、うん、いいやいいや私は、はい、はい、でも同じチームの平山麻衣さん、麻衣さんとイルミネーションに行きたい、うん、あもうなんか今の季節じゃなくなっちゃってんけど、ね、冬にあの難波の街とかめっちゃ綺麗やんか、綺麗です、だからその綺麗な街を麻衣さんに歩いてもらってその写真を撮りたい、麻衣さんを撮りたいとして、そうモデルになってもらいたい、確かに麻衣さんはもう何枚でも撮っちゃいそうですよね、スタイルもいいしめっちゃニカって笑いはるし、めっちゃ好きなの、わ髪もサラサラやし、そうなびいてるとこ撮りたいですそう撮りたい、わー素敵、キャプテン副キャプテンでね、ぜひ、チーム N さん、麻衣さん聞いてますかねじゃあ続いていきましょう、はい、大阪府にお住まいのラジオネーム中どんこよりん神吉さんからいただきました。月曜日パーソナリティの田中ゆきのちゃん、そしてゲストの板垣こよりちゃん、西島りおちゃん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。もし NMB48 に加入していなかったらどんな職業についていたと思いますか、こんな職業やってみたいとかありますか、とのことです。あーらー、職業ね、うわーなんやろう、うわー、私は、うんうん、パン屋さんですね。え、パン屋さん、うん、そうなんや、ぽいぽいぽい、パン屋さんでなんかもうパンをこねる動画とか焼く動画とかめっちゃ好きなんですよ、うん、そうなんや、そうなんかもう幸せな気持ちになる、確かにな、かわいい、確かにパン屋さんやりたいですね、うわーいいやん、何型のパン何型のパン何のパン作りたいとか、でもなんか最近見たのはなんか、うん、硬化水みたいな、うん、硬化水わかんないんですけど、なんかすっごいもちもちの、うん、なんかふわふわのパンがあるんですよ、うん、それを作る動画をめっちゃ見てて、うんうんうん、そうなんや、それはちょっと作りたいな、美味しそう、パン屋さんの横を取るとなんかもうそれだけで、確かにね、なんかもうあお腹いっぱいみたいな、お腹匂いだけでな、そう気持ちになるのが好きで、いい、ね、パン屋さんになりたいなって思いますね。いいね、こよりんは、私はもうほんまにね、ずっと決めてて、うん、看護師になりたかったんですよ、ずっと、そうなんです、何かの資格は絶対取ろうって思ってて、うんうん、だけどもうその高校生の間に見事に受からせてもらったので、うん、もうなんだやろ、 NMB48 に集中って感じにはなったんですけど、うんうんうん、ずっと看護の大学とかの資料も見たり、そうなんや、そうなんです、興味があったので、もし NMB 受かってなかったら、うん、みんなが同期に言われるんですけど、うん、やばいナースちゃんってやばいナースってねえ、いやでもなんかちょっと看護されるの怖いよな、うん、これなんかそれ言われました全く同じこと言われました、ちゃんと看護できんのって、うん、でも私はなってたのかなと思いますね、そうなんや、はい、想像できない、確かに意外よな、うん、意外、へえ、動物園のなんか飼育係とかやってた、飼育係なんかウサちゃんとかハムスターとかの餌やりとかしてさ、それもいいですねそれもいいかも、似合うよほんま、確かに可愛いから、ありがとう、なんかマスコットキャラクターみたいな、その動物園の、なるほどね、やってそうゆきのさんは、私はあのダンスがずっと保育園の頃から好きで、はい、だからユニバのダンサーさんになりたかった、すごい、かっこよ、なりたかったんですか、なりたかった、わだからそっち系のダンスもレッスンしてたし、すごい、なんかオーディションに向けてのなんか資料とかいっぱい調べて見てたりはしてて、すごい、そう、だからここに入ってなかったらそっちに行ってたんかなとは思う、わあ、どちらにしろもパフォーマンス業みたいな、そうそうそう、すごい素敵なんか趣味でダンス習うとかもあるじゃないですか、そう、でももうその時からパフォーマンスをしたいっていうのが、そう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 、わ素敵ですね、小学校の頃からあの関西コレクションのオープニングダンサーをさせていただいてて、はい、そう、だから何回か京セラドームに立ったことはあって、はい、その時からもうずっとこの景色を忘れられないってなってて、わわ素敵、そうだからユニバのダンサーさんにステージに立って踊りたかった、わなんか鳥肌立ちました、なんでマジで鳥肌がなんかすごいですね、それ大きな夢、そうなの、
嬉しい。そういう嬉しい。嬉しい。謎の感想が。嬉しい。ありがとう。よかった、それは。ということで、今回はここまでです。はい、皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。48田中幸乃のジャングルデビュー、今週のラジクイーン。ここからは私たちが今気になっているハマっている自分なりにランクインしたものを紹介していくラジクイーンのコーナーです。あります？ラジクインしたもの。あります。あります。じゃあ今からちょっと聞いていきたいと思います。はい、それではまず私から紹介していきます。田中幸乃のラジクイーン、紹介するのはお菓子作りです。わー、って言ってもなんかお菓子作りのものの紹介になるんやけど、はい、マシュマロクッキー。マシュマロクッキー一つ目が、そう、なんかユキのマシュマロがなんか見た目が可愛くて好きで、はい、あ、わかります。胃もたれするからちょっとあんま好きじゃないんやけど、はい、そうだから、あのマシュマロをレンジでチンして、うん、あのその柔らかくなった状態のマシュマロの上にクッキーとか、はい、なんかドライフルーツとかをいっぱい埋め込んで、それを冷やしてクッキーにしたものがマシュマロクッキーって言うねんけど、それをなんか最近バレンタインもあったじゃないですか。ありましたね。そうだからこれを作って食べてみたらちょっと美味しくて、はあ、そうちょっとハマってしまいまして。いいですね。美味しそう。食感が良さそうですね。そうふわふわ、マシュマロとは思えない食感がね、はあ、あったので、はい、ちょっとおすすめです。ありがとうございます。続いて2つ目はシェフはアソーです。初めて聞きました。シェフアソー、何ですか？なんかあの中国のお菓子やねんけど、これもマシュマロになっちゃうけど、はい、バターにマシュマロに、はい、粉ミルク、はい、でフライパンで火通して、はい、でなんか丸なんか餅みたいなしたやつ状態、はい、丸餅みたいなした状態の中にクッキーとか、はい、そのまたドライイチゴとか、はい、なんか好きなものを入れて混ぜて冷やして四角く切ったやつがシェフアソーっていうんだけど、すごい工程が多いですね。めっちゃ美味しいの。それが美味しいですか？ほんまに。粉ミルクっていうのを初めて聞きました。お菓子作りに粉ミルク。でも粉ミルクはなんかなくてもいいみたいな感じやねんけど、シェフアソー。シェフアソーめっちゃなんか見た目も可愛くて、はい、気軽に作れて、うん、かわいいですね。なんかすごい SNS とかでバズりそうな。そう、一時期バズってて。あ、そうなんですね。私もこれ作ってる人多くて、はい、そうだからすごいいいですね。おすすめだよみたいな。あ、じゃあちょっとリオピ作るの上手だから作ってほしい。あ、じゃあ、うん、リオ、うん、コヨリン作ってよ。汚いよ。なんでやねん、汚いよってなんやの、ちょっと嫌やな。じゃあ私のラジクイーンはこれで以上になります、はいはい、それでは続いてはコヨリンお願いします。はい、続いて私板垣小百合のラジクイーン、紹介するのは美容グッズです。おー、いいじゃない。一つ目は酵素ドリンクです、うん、飲んでたいけども。ほんまですか？うん、めっちゃ好き。ほんまですか？そう、なんか酵素ドリンクなんかすごい体にいいって聞いて、うん、なんか母が買ってきてくれたんですけど、うん、朝一に飲むことを心がけていて、うん、朝は空腹時が一番吸収しやすくて、そうね、そういうのも聞いて朝一に飲むようにしてるんですけど、うん、それがレモン味で、うん、なんか酵素ドリンクって聞いたらなんかすごい、なんやろ、手軽ではないイメージがあったんですけど、ね、レモンって聞いたらなんか、なんていうんやろ、気軽に飲めるなと思ってハマっております。おー、いいじゃないの。お肌にもいいですね。いいって聞きます ね、いいよいいよ。ビタミン C でですね。うわー、いいやん。肌綺麗だもん ね、ちょっとカサカサですけどね。はい、続いて2つ目は、うん、ビタミン C パックです。うわ、こちらもレモンみたいな関連で、うんうんうん、ビタミン C、 あのメイクさんにメイクしていただく前に、うん、ハトムギかビタミン C の化粧水で選ぶじゃないですか。そう、ね、私は絶対そこでビタミン C を選ぶんですけど。そうなんや、はい、周りが。そうなんです。なんでやろ、スーッとするくらいかな。なんかあるのかと思ったら、なんでやろ。周りやるん、それ。それを家にも持ち帰って、うん、ビタミン C に
ビタミン C を吸収するようにしております。そうなんや、はい、今の言い方だったらメイクさんのビタミン C を持ち帰ってんだけどな自分でね、普通に買ってやん。買いました。なるほど、自分で買っていいよ。パックを意識高いね、高めました。すごい、いいよ。乾燥肌なのでね、うん、すごい本当に信じられないくらい粉吹くくらいだったんですよ今日の朝とか起きたら。そうなんや、びっくりして、うん、白くなってて心がけております。うわー、いいや、女の子らしい部分が見れましたね。はい、はい、ということで私は以上です。では最後にリオピお願いします。はい、最後に私西島リオのラジクイーン紹介するのはゲームです。おお、好きね。私は結構スプラトゥーンとかも好きって言ってるんですけど、うん、なんかもう2つちょっと最近好きなのがあって、うん、1つ目がマインクラフトです。好き。そうなんですよ、やってる。なんか最近まで実はやったことがなくて。そうなんや。そうなんですよ、なんかマインクラフトって何作ったらいいかわかんないみたいな、ね、どうやって作るんだろうみたいに思ってたんですけど、ちょっとなんか友達がなんかマインクラフトをすごい作ってる子がいて、でその子と一緒になんかマイクラやろうって言われて、アプリで、携帯のアプリでできるんですよ。そうね、だからそれをちょっとダウンロードして一緒にや、教えてもらいながらやったらすごい楽しくて、なんか畑とか畑ケーキとか作っちゃって楽しかったですね。なるほど、いいよ、良いな。でもなんかコツコツやっていく系、そうなんですね。そう、なんか探検とか、探検そう、冒険とか、冒険、敵倒すとか、なんか作るとか、作るとか何でもできるゲーム、何でもできる、いいね。そうで2つ目もあって、うん、2つ目が集まる動物の森。ちょっとこれはなんか流行りが1、2年、3年前くらいにあったじゃないですか、ね、でその時もやってたんですけど、なんか最近またちょっとやったら楽しくて、これも整地とか、なんか黙々と無心になってやるのが好きで、そう、あとさ、もう魚釣ったりとか、のんびりな感じがすごく好きですね。動物の森ってなんか昔と変わってんのやんな、なんかちょっと。そうな、川を棒で渡れたりとか。あ、そうなんですよ。はしご使えたりとか。すごいですね。そう、いろいろできるようになって。そう、びっくりしてそれ。ね、いいやん。はい、楽しんでます。いい、好きね。好きね。ゲーム。皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんのランクインしたものありましたか。以上、今週のラジクイーンでした。目撃者は誰だ。このコーナーではリスナーの皆様が目撃したメンバーの情報を紹介していきます。さて、どこで誰が目撃されたのでしょうか。早速紹介していきましょう。ラジオネームテリーさんからいただきました。目撃メンバーはリオピー。去年行われた渋谷渚さんの卒業コンサートで、リオピの衣装、学ラン姿が似合いすぎまくりまくりスティでした。おどっかの応援団長かと思いました。わお、リオピのスタイルは良くて、カワウィーノは前から知っていましたが、初めて学ラン姿を見てイケメンじゃんと思いました。学ラン、そうなんですよ、マジ女てっぺんブルースという曲で、やってたね、学ランスで出させていただいて、似合ってた、似合ってた。なんかでも学ランって、なんかそう着ることないじゃないですか。確かにね。しかもそれがあの大きなコンサートだったんで、ちょっとびっくりしました、自分でも。え、でもなんかみんな似合いすぎてなかった？なんかみんなぴったしぴったしすぎて、ね、それぞれのキャラに合ってた、すごい。でも私はなんで学ランだったんだろう。え、身長じゃないかな。そうかな、スタイルいいもんな。あとテンナとかも確か学ランだった気がする。特攻服かな。いや、それは学ランかな。そう、多分前のライブでは特攻服着てたんだけど、テンナも学ランで、多分身長高い。そうかも、なるほどね。二人とも似合ってたわ。ノリノリやし、いや、ノリノリだったもん。楽しかった、あのなんかヤンキーになりきるのが。割とああいう曲好き。いや、好きです。そうなんや、そうなんや。好きですよ、結構ね、イメージないと思うんですけど、楽しかったです、やってて。それならよかった、そうなんや。似合ってた、殴り合いしちゃって、ね、殴ってた。ねえ、
なんですよ、まあ、新しい一面が見れてね、うん、はい、いいじゃないですか。じゃあ続いていきたいと思います、はい、東大阪市にお住まいのラジオネームゆうちゃんさんからいただきました。目撃メンバーはこよりん。おお。ある世代交代前夜公演のアンコール明けの渚最高での出来事です、はい、僕はずっとこよりんしか見ていないので気づいたんですが、はい、1サビ終わったあたりでこよりんが緊急事態が、いきなり鼻から赤い液体が流れて出てきました大量に舞台袖にはけて治療してくるのかとヒヤヒヤしながら見ていたんですが一向にはける様子がありません。メンバーもこよりんを見て心配そうにしていました。なんと全部やりきったのですその後は治療しにはけて無事いつも通りのこよりんが帰ってきましたが、見ているこちらも心配で止まらないので次から曲中でもはけてください。こよりんの やりきるプロ根性には脱帽したエピソードでした。わすごいな、やりきったのすごいな。鼻血出ちゃいましたね、うん、出てたね、びっくりでした。それは興奮してとかのぼせたってこと？全然わかんなくて、自分でもパフォーマンス中に鼻血出るなんて知らないじゃないですか自分自身もびっくりして普通に踊ってて、うん、それでアーチをするところがあるんですね、うんうん、でそこでリオピとちょうど向かい合うんですけどリオピがうわわわみたいな、うん、目をまん丸にするんでいやいや何してんねんとか思ってそのまま感想を張り切って踊って、うん、ね、Dメロかな、うん、Dメロちょっと曲が落ち着くところで、うん、私が後ろを向いて待機するところがあるんですけど、うん、その時に私の方を見てる2人も目をまん丸にしていやいやだからさっきからなんやねんみんなとか思いながら前向いたらファンの人もみんな私の方見てるんですよなんか見られるなって思って、ね、ずっと鼻水も出るしとか思いながら後ろ向いた時に鼻こすったら手真っ赤でびっくりでした。鼻血って気づいてたよな、うん、リオピは。いやもうアーチ作った時にもう頑張って伝えようとしてるのに伝わらなくてなんかニヤニヤしてるしと思っていやこっちはもう目で鼻血だよみたいなのを伝えてて、うんうん、気づいてるのかなとも思ったんですけど、うん、やっぱ気づいてなかったらしくてほんまにいやすごいよ、気づかへんのがすごいよ。ほんまにですよね、うん、わかるのに絶対になんで気づかなかったんか集中してたんかな、それほど、はい、かもです、楽しんでましたおもろいやじゃあ続いて参りたいと思います、うん、兵庫県にお住まいのラジオネームなにわさんからいただきました、はい、目撃メンバーはゆきの、はい、ゆきのちゃんはご自身のことを人見知りと言っており、人見知りエピソードをたびたび耳にしますそんなゆきのちゃんですが、先日の公演 MC にて先輩メンバーより、ゆきのは、チーム N の先輩メンバーと仲良くなりたくて頑張って話しかけたりしている、同じチームになる前はツンツンしているイメージだったけど実際はデレデレしている、後ろから抱きついてくる、今日も公演始まる前に直前に抱きついてきたといったエピソードが明かされました。若くして副キャプテンを任され NMB2 南原公演を制覇したしっかり者の雪乃ちゃんはしっかり人見知りを卒業された感じですかね、ということなんですけど。あ、人見知りね。人見知りなんですね。めっちゃよ、めちゃめちゃよ、人見知り。わあ、全然思わなかったです、うん、そんな感じが。いやなんかね、NMB では頑張ってそれを出さんようにしてる、はい、けどなんかほんまに仕事とかじゃなかったら必要最低限喋らへんとか、意外。そう、でも喋りたくても喋りに行けへんとか。あ、そういう、わかります。そう、そう、私も人見知りなんですよ。そうなんや。だからなんかめっちゃわかります、その気持ち。そうよな。こよりんはいや人見知りする時もあるけど、大体喋れますね、うん、そうよな、はい、そういうイメージ。喋っちゃう。なんか最初の頃から結構うん、第一印象も結構なんか元気な感じ。確かに、うん、イメージがある。確かに人見知りしない人いいよね、めっちゃ、うん、羨ましい。最悪とかすごくない？すごい、すごい、ほんまにすごいと思う。ほんまにすごいんですよ。わーみたいなやーみたいな。いや誰や、あと西ゆまちゃんとかも、うん、やー系、元気系な、いや、やー系って何確かにね、でも私実際人見知りは克服してないです。
か頑張って出さないようにしてるだけなんです、はい、でもすごいそれだけでもそれがすごいと思います、うん、いやね、ほんまに成長しました私もすごいですしっかりほんまにしっかりされてるよね、ゆきのさんもう喋ってみたらアホばっかりですよということで皆さんのたくさんの投稿ありがとうございました。さてここからはリスナーに代わりお互いの目撃情報を打ち明けてもらおうと思います。題して NMB48 の打ち明け話歌わないでもらっていいですかすいませんねということで今回はそれぞれ最近起きたマル秘情報を打ち明けてもらおうと思います。まず私田中幸乃のマル秘情報からこちら。それは秘密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 のあこちゃん。マツケンサンバおこれこれねあのこの今いる2人の中に心当たりのあると思います。大ありです大ありですそうこよりんのことなんですけど、あの先日その平山チーム N に、はい、N シップ公演にアンダー出演してくれた時に、はい、あの衣装に着替えた後寒いとか、はい、あの衣装を汚したくないっていうので T シャツをあの着るコートが多いんです、はい、衣装の上からね、うんうん、でそのT シャツがマツケンサンバの T シャツやったんですね。そうです愛用ですで、普通に喋ってる中でもご飯食べてる最中とか、はい、マツケンサンバ見てください可愛いでしょみたいな感じでもう自慢してきて何このこと思って、マツケンサンバそんな自慢する人おるよと思ってで、エンジン終わって、はい、まあそのあの公演始まるまで自由時間みたいな感じになった時に、はい、あの先輩方があのこよりんに写真撮ろうって言って、あ、はい、そうですね、アンダー出演なので記念に写真撮ろうって言って近寄った時にこよりんがめっちゃ T シャツアピールしてT シャツ引っ張ってまで見せてたんですよね。あの先輩との写真やから普通に写るんか写るんかなと思った、はい、ゆきのピースとかしてね、でも普通に T シャツ引っ張ってた、はい、そうなんです。なんでそんなアピールしてた、ほんまに嬉しがりすぎて、うん、どうしてもその T シャツ見せた。新しく買ったとか、そう、なんかあんまり着る機会がなくて、うん、なんかチーム N さん、今日チーム N さんやからもう頑張るためにマツケン着ようみたいな、うん、頑張るためのマツケンだった。そうなんです、そうなんです、気合い入れてもらってたやんな。そうです、そうです。だからもう、うん、あ、ちょうど来てるし、もう先輩との写真の時も見せちゃえみたいな、なるほどね、こんな感じでしたり、気合の入れ方がやって、マツケンさんも嬉しいよきっとそうだよね、うん、前髪ピンもその日はマツケンサンバさんで、ね、もう全部ね、マツケンサンバすごかったね、目撃されちゃってましたね、衝撃でした私的にはそれではこんな感じで続いてリオピのマル秘情報を紹介してもらおうと思います。はい、それは秘密秘密秘密のあこちゃん。ほのぴー、おー、あのこれはほのぴーから言われることなんですけど、うん、なんかほのぴーってよく私に絡んでくるんですけど、うん、絡んでる、そうなんや、なんかメイク中になんか私の髪の毛がちょっとなんか白髪があったりするんですよ、ほんまに、うんうん、そしたらなんか私のことを白髪ちゃんっていうあだ名をつけていてで、なんか次の日、ある日はなんか白髪ちゃんって呼ばれたかと思ったら、うん、私のことをなんか鶏みたいな、鶏、うん、呼んできて、どこから鶏どういうこと、あの私が3秒前に話したことを覚えてないから、うんうんうん、だから鶏みたいな、あ、あ、なるほどね、すぐ忘れる鳥、うん、右から左なんや、そうなんですよ、だから変なあだ名で呼んでくるっていう、ね、マルヒホノピーのマルヒ情報ですね。あ、なるほどね、そうなんや、うん、なんか私をね、いじるのが多分好きなんですかね、好きやと思う、なるほどね、ホノピーはね、ほんまに寂しがりなんかな、実は構ってほしいんかな、歯磨きとかも、そうなんだ、歯磨きしながらメイク室に入ってくるんですよ、割となんか副キャプテンとかしてるから、うん、はい、しっかりしててるんかなとか思ってたんやけど、全然ですよ、そうなんや、いや、もちろん頼れるところもあったり、うん、ダンス教えてもらえるんですけど、うん、もらくれたりするんですけど、うん、もう全然、もうほんまにはっちゃけてるな、はっちゃけてて、本当になんか歯磨きしながらメイク室に入ってって、うん、メイクさんにもうそれやめてやめてって言われてるのに何回も入ってきたりするんですよ、そうそうなんです、もうなんかゆきのの、あの、うん、ゆきのが率先して作ったダンスユニットのトゥインクル、はい、
でほのぴーも入ってるんですけど、はい、そのダンスユニットのなんかあの冠ライブの瀬取り会議みたいなのするときに直接集まって話したりとかするんやけど、はい、その時もめっちゃ静かで隅っこでちょこんって座って、なんかみんなの話聞いてるみたいな、ほんまに怒られてる状態みたいになってるんやん。あの状態はじゃあ猫かぶってるってことか。はい、猫かぶってるどころかもうなんか人格違うんじゃないですか。なんか多分2つ人格がある気がします。二重人格なんや、ほのぴーとなんか西田ほのかかな、やっぱり。なるほどね、持ってますね。あ、じゃあ雪乃に見せてくれてんのは西田ほのかや。そうです、はい、なるほどね。うわちょっとショックやな。うそうなんや、なるほど。はい、そうなんですよ。でも嬉しい、そんな一面も知れて。じゃあ続いて最後こよりん紹介してもらいましょう。それは秘密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 のあこちゃん。高級チョコ。高級チョコ、はい、高級チョコ、うん、これは西馬ちゃんの話なんですけど、9期生の同期で西馬ちゃんっていう子がいるんですけど、うん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 、その子が9期生でバレンタイン交換しようって言って、うんうんうん、みんなだいたい手作りとか、うん、ちょっとなんやろ300円くらいの市販のものとかを持ってきて交換し合うんですけど、西馬ちゃんはなんとゴディバを、ゴディバですよ、ゴディバ、ゴディバを9期生全員に配ってて、しかもそれ去年もやんね、うん、去年も、去年もゴディバを配っていて、待って待って西馬とかみんなでお金のかけるとこ間違ってるってみたいな話をしていて、うん、いやいや俺はゴディバだから、なんなら小1の時からゴディバだから。待って、小1って思って、小1でゴディバという言葉すら知らんかったし、チョコはチョコやと思ってたから私は、ゴディバ、いや、しかもメンバー9期生って結構多いんですよ。そうね、なのにその人数分配って、すごいな、いやどうなってんねんって思いましたね。それは何個入りのチョコやった？3枚ですね。なんか3枚なんかね、なんかチョコクッキーみたいな、はい、そうなんです。間にチョコが挟まってて、そうです、クッキーのサンド、3種類、美味しいやつやん。めっちゃ美味しいんです。やかいよあれ、美味しいやつです。美味しいよゴディバだもん。外れないんですよね絶対。小1からびっくりしました私も。なんだあの子、なんだですよね。まだ同期でも毎回驚かされることありますね、西馬ちゃんに関しては。そうなんや、すごくて。もう9期生いろんな子いるね。います。ねえ、濃ゆい濃ゆいですね。濃ゆいね、不思議がいっぱいだ。ということでメンバーのマル秘情報いかがでしたでしょうか。以上、目撃者は誰だでした。田中幸乃です。コンサートでメンバーがこの曲を歌って踊る姿を見てからずっと歌いたいと言い続けている大好きな曲です。 AKB48 さんで抱きしめられたら。エンディングのお時間です。皆さんいかがでしたか。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、はい、あっという間の1時間でしたか、はい、どうでした。いやちょっと笑いどころがいっぱいあって、ね、みんなの大暴露やったり意外な一面やったり、マツケンサンバやったり、なんか思い返すだけですぐに聞きたいなと思えるラジオでした。いけるこれ。私は、うん、あの雪乃さんの、うん、なんか人見知りっていうのが本当意外だったなっていうのが印象に残ってます。うっそー、はい、いやーでも新しい一面も知ってもらえたということで、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでそろそろお別れの時間です。今日は SKE48 さんで 1,2,3,4 よろしくを聞きながらお別れしたいと思います。この曲はテンションが爆上がりするし好きな曲で選びました。明日火曜日のジャングルレディオはつぼみ大革命さんの皆さんがお送りしますのでお楽しみに。それではジャングルレディオ月曜日、お相手は NMB48 の田中幸乃と板垣こより、そして西島リオがお送りしました。来週も聞いてくださいね。バイバイ。バイバイ。それでは反省会よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっとどうですかこの1時間、なんか反省点あります？はい、ちょっと話が盛り上がりすぎたために。いや、本当そうなの。時間が押してしまって、なんかさっきから押したり巻いたりしてる、うん、はい、ちょっと巻いたなと思ったら、いや押しすぎたな、ね、押しすぎて、いや本当にトーク術がね、難しいですね。いやでもいいこと悪いことではないですから盛り上がりすぎるのは、まあですかね。ちょっと気をつけつつ、はい、
はい、はい、楽しい1時間でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。